明けてあるコマスター、皆さんこんにちは。ハポニョロの恵美子です。突然ですが質問があります。もうスペイン語って動詞もいっぱいあるし、なんか活用って覚えないといけないし、しかも活用を覚えたところで会話の中でスムーズに出てこなくてもう嫌になってるっていう方いらっしゃいませんか？もうそんな時にはね、もうとりあえず原型で喋ってしまえとね思うこともまあありますよね。で、実際に突然の南米出張であったりだとか、南米での滞在が決まった方とかっていうのは、もう実際に本業のねお仕事の方が忙しすぎて、そんなスペイン語を勉強する時間が取れないというのも正直なところだと思います。でもね、もしこの状態を放置したままにしているとどうなるかというと、慣れてきた頃にね、もうずっと原型で喋る癖がついてるので、慣れてきた頃に今度上達しないっていうことが起こってしまうし、片言感がすごいとぼったくられる危険性があります。まあぼったくられるのはいいにしても、危ない目に遭う危険性っていうのが多いんですね。あ、この人スペイン語喋れないんだ、でもなんかお金持ってそうだな、日本人だしなって思われると、それだけで狙われる可能性っていうのがやっぱ南米ではね増えてしまいます。さらにビジネスで使う機会がある方というのはね、やっぱり威厳を失ってしまう可能性っていうのもあるので、やっぱり堂々とお話をしていきたいですよね。 でも実はですね、皆さん、たくさんの動詞を暗記して全て活用がきちんとできなかったとしても、スペイン語を話していくことは十分にできます。なおかつ今日ご紹介する方法はですね、レストランはもちろん、まあ、ホテルの滞在とかお買い物、もちろんビジネスの場でも使える敬語表現なんです。なのでぜひね、この方法をマスターしていただきたいと思います。私自身もですね、バックパッカーの途中にペルーで生活を始めましたので、当時は全然スペイン語って話せなかったんですよね。でも全くゼロの状態からどうしていいのか分かんない、もう覚えられないっていう状況だったんです。でもこの方法を使っていくことで乗り切れてきましたし、割とできない頃から、あ、でもちゃんとスペイン語勉強してるんだねみたいなコメントってもらってたんですね。で、それはやっぱりね、この方法を使っていたからなんです。この方法を使ったらどんなメリットがあるのかというと、やっぱりね、きちんと活用はしていくので上達が早くなりますし、活用する癖っていうのもついていきます。あとやっぱりね、これ文法的に正しいので、相手の人に対しても無理がないですし、失礼にも当たりません。さらに今日はですね、番組の最後に LINE 限定のプレゼントのお知らせもあります。もうとりあえず活用時刻からは解放されたいと思ってらっしゃる方はね、ぜひ最後まで見ていってください。あなたの悩みを必ず解決していきます。はい、ではね、早速始めていきましょう。スペイン語圏での生活の中で欠かせない3つの表現についてねお話をしていきます。1つ目、何々したいのですが。2つ目、何々していただけますか。で、3つ目、何々してもいいですか、というね、この3つについて順番にお話をしていきます。今日ご紹介する表現はですね、すべて動詞の原型をひっつければいいだけの表現になっております。題して、原型大作戦。まあ原型のことを不定詞って呼んだりするみたいですが、私はですね、動詞の原型と呼んでおります。なので活用しなくてもそのままひっつけるだけでですね、敬語になってくれるっていう、とっても便利な表現なので、ぜひね覚えていっていただければと思います。まず1番、何々したいのですがという表現はですね、メグスタリア、メグスタリアという、ここのね、これももちろん動詞なんですけれども、メグスタリアの後ろに動詞の原型をひっつければ OK です。メグスタリアコンプラール、メグスタリアコンプラール、メグスタリアペディール、メグスタリアペディール、メグスタリアレセルバール、メグスタリアレセルバールですね。で、2つ目、何々していただけますか？何々していただけますかは、ポドリアス、ポドリアス。トゥで話しているのならば、ポドリアスです。で、ポドリアスの後ろももちろん原型で構いません。ポレヘンプロ、ポドリアスアジュダル、ポドリアスアジュダル、ポドリアスレペティル、もう一回お願いしますっていう時ですね。ポドリアスレペティル。で、聞いてもわからない時、数字とかね、やっぱり混乱しちゃう時は、ポドリアスエスクリビル、ポドリアスエスクリビル、
え、ちょっと待ってくださいみたいなことを言いたいときは、podrías esperar? podrías esperar? すべての表現にですね、まあ、por favor をつければもうさらに感じがいいので、podrías escribir por favor? って言えば、誰もノーって言わないと思います。例えば皆さんね、逆の立場になっていただけたらすごいイメージしやすいと思うんですけれども、例えば日本で住んでる時に外国の人が来て書く書くってなんか紙となんか指差しだけされて、なんとなく書いてほしいんだろうなって分かってても、ちょっとなんかちょっと他に言い方あるやろって思ってしまいませんか？それってやっぱり人間の心理として、片言でもきちんと伝えようとしている人と、なんか偉そうにね文法無視で喋ってる人とだと、やっぱこちらの対応もね変わってくると思うんですよ。同じように書いてあげるとしても、やっぱりこちらの心情って変わると思うんですね。やっぱ語学というのはコミュニケーションなので、スペイン語をお話しする上ではやっぱり相手に対する配慮って欠かせないと私は思っております。なので急にエスクリビルとかエスペラールとかっていうよりも、ポドリアスエスペラールってつけるだけで、なおかつポドリアスエスペラールポルファボールってちょっと申し訳なさそうに言うだけで、相手の気持ちって全然違うし、もしかしたら何か向こうがオファーしてくれるかもしれないですよね。やっぱその辺はですね、うまく使っていっていただきたいなと思います。3つ目はポドリアです。何々してもいいですか?と自分がね、やりたいことに対して許可を求めるパターンです。ポレヘンプロ、ポドリアパガルコンタルヘタでクレディット?クレジットカードで払えますか?ポドリアパガルコンタルヘタでクレディット?とか、ポドリアフマルアキ?タバコ吸ってもいいですか?とかね、ポドリアフマルアキ?お、ポドリアコメルアキ?ポドリアコメルアキ?お、ポドリアウサル?使ってもいいですか?ポドリアウサールっていうようなね、表現をすることができます。はい、というところでですね、3つの表現についてお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか?皆さん、これはですね、非常に丁寧な敬語表現ですので、安心してね、堂々と使ってください。で、ポドリアとかメグスタリアの後ろの動詞までしっかりしていれば、後の細かい名詞ですね、ティッシュとか充電器とか、プロジェクターとかわかんないですけど、何でもいいんですけれども、この辺の単語はですね、もうジェスチャーとか指差しでどうにかなっていきます。例えばお店の中でこれ買いたいんですけどとか、これ注文したいんですけどとかっていう時も、ポドリアコンプラールってもう指させば、アシシっても向こうがわかりますし、これ使ってもいいですかみたいな時も、ポドリアウサールまでで、シシシってもう多分ウサールにかぶさるくらいの感じで、シシクラロクラロって言ってくれるはずです。なので実際にね、考えた時にもちろん本質的な改善にはならないケースもあるかと思います。やっぱりね、名詞も覚えていかないといけないんだけれども、動詞の原型でそのままバンって言ってるよりは、スペイン語の文法的にも正しいですし、相手もリスペクトしてますし、きちんとね、自分の言葉で話せているっていう感覚がねあると思うんです。おそらくね、ハプニョールの生徒さんはスペイン語学習一生懸命頑張っていただいてると思うので、そんな方いらっしゃらないと思いますが、中にはですね、そのスマホで翻訳して、その翻訳したものをもうバッと見せて、お前が読めみたいなね、なんかまあ読んでくださいっていうつもりかもしれないですけれども、向こうからしたら、え、何何って思いますよね。で、そういうことを繰り返していても、残念ながらスペイン語ってね、上達しません。いつか話せるようになったらちゃんと言いますって思ってるかもしれないけれども、いつか急に話せるようにはならないんですね。例えばそれがどういう状況かというと、幼稚園の子が、私大学受験が終わるまで喋りません、だって今の日本語ちょっとレベル低いもんって言ってるような感じなんですよね。でも幼稚園の子は幼稚園の子なりに、小学校の子は小学校の子なりに、やっぱり話すっていうことをしていかないと、日本語力だって伸びていかないわけですよ。いろんな間違いをねしていかないといけないわけです。それはもちろんスペイン語だって同じで、ちょっとずつね、ちょっとずつ間違いながら進んでいくしかないんです。で、それはどんなにすごい先生についても同じです。自分がやっていかないといけないの。これだけは私はね、どうすることもできないんです。
私はですね、分かりやすく文法を説明することもできますし、どういうふうな文法の違いがあるのか、どういうふうなニュアンスの違いがあるのかっていうことを説明することはもちろんできますし、苦手とかできてることを分析することももちろんできるんですけれども、実際に皆さん自身が十分でやっていかないと伸びていかないんです。ということで、どんなにね、どんなに素晴らしい先生についても上達するかどうかっていうのは皆さん次第で、じゃあ自分がどれだけ頑張ったかっていう結果が今出てるだけなんですね。なので、もともと頭いい人がいるわけでもないし、もともと語学のセンスがすごい人がいるわけでもなくて、実際にね、皆さん自身がどれだけ頑張ったかっていう結果がここにあるだけなんです。でもやっぱりね、変わりたいって思うんであれば何かしないといけないですね。そしてね、私自身ね、道半ばなんです。私はスペイン語を極めたから、頂点極めても何も困んないからここにいるわけではなくて、私自身勉強している、研究している途中なんですね。で、ここにゴールはないと思っています。もっともっと皆さんに伝えたいことがあるし、もっともっと分かりやすく伝えたいし、もっともっと再現性があって効率的で最短で勉強していく方法っていうのをね、見出したいから、常にやっぱり新しいメソッドっていうのを研究したりだとか、いろんな先生の教えを受けたりだとかっていうことをね、しています。なので、私がね、できることっていうのはもちろん伝えていきますが、皆さんにしか変えられないことっていうのがあるので、そこはですね、ぜひ一歩を踏み出して自分の言葉で何かを伝えるっていうことをね、やってみてください。とっても楽しい未来が待っています。今日が一番若いので、今やらないとこの先も変わらないです。ぜひね、の一歩踏み出す勇気というのをね、持っていただきたいなと思います。はい、というところでですね、今日は私から皆さんにクリスマスプレゼントがあります。まあね、動詞って言ってもいっぱいあるし、動詞100選とか言われても、いやもう100個も覚えられへんしと私は思ってたんですね、ずっと。で、今日ご紹介したメグスタリアポートリアスポートリアの後ろにつけるだけで使えるとっても便利な動詞24個をですね、リストにしたものを皆さんにプレゼントいたします。もうね、私が独断と偏見で選んだペルー在住者が選ぶ本当に使える動詞24というところで、すごい基礎的な動詞が載っておりますが、ちょっとね、24個に絞らせていただきました。で、あ、そのリスト欲しいと思っていただいた方は LINE からですね、動詞と打ってね、ちょっと動詞ってだけ打って送ってください。そこでですね、画像が届くようになっております。もしね、LINE のお友達登録がまだの方は、ぜひ概要欄からリンクをチェックしてみてください。またね、これからもこんな動画見逃したくないと思ってくださった方は、ぜひ YouTube のリンクもお願いいたします。ということで、今日は3つのね、敬語表現についてお話をしました。原型大作戦はですね、非常に有効な作戦です。もちろんそれだけに頼っててはいけないし、どこかでね、もちろん少しずつ動詞の活用しながら喋るっていう癖をつけていかないといけないんだけれども、もうとりあえず今そんなこと言ってられないんですっていう方もね、いらっしゃると思うので、そんな方はですね、ぜひここから始めていってください。ということで、またではですね、次の動画でお会いしましょう。 Muchas gracias por ver mi video. Que tengas un buen día. Chao, chao. ありがとうございます。